まして。はじめまして。田原本町の町長の森明宏です。どうかよろしくお願いします。お願いします。連続美佐子です。今日は貴重なお時間ありがとうございます。この度はわざわざ奈良県の田原本に来ていただき感謝申し上げます。いや、すごく初めて今回来させていただいてすごく楽しみです。これからいろんなところをいろんなルーツを見ていけるということで楽しみにしています。私は夢のある未来が欲しいだけだ。激動の幕末に生涯をかけ日本の未来を切り開いた男、五代友厚。みんなが夢を持てるというのが一番大事だとな。そんな世の中を作らねばいかん。誰しもが夢を見れる国へ。俺に任せろ。俺についてこい。天柄門。何個か質問をしないといけない、はい、何でしょう、 しないといけないさせていただくんですけど、はい、どうぞどうぞ。いいですか。はい、もちろんです。私女優さんに会うのなんて、まあ、めったにないんですけれども、はい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 、まあ、今回五代友子さんを演じていただいたんですけど、はい、女優さんのねお仕事の魅力とかやりがいって、うんうん、どういうところがあるんでしょうか。でも本当にたくさんありますけど、うん、やっぱり今回でいうとその豊子さんって実在した方を演じるってなった時にどういう女性だったのかなっていうことを調べていく中で、表現するのは私なので、こう自分と全くかけ離れた部分であったりとか勉強になることがたくさんあって、こういろんな女性をいろんな人間を演じていくごとに自分自身がちょっとずつ強くなっていくというか、本当に学びが常にたくさんあるので、まあ、それはその現場、共演者もそうだし監督もそうだしスタッフさんたちもそうなんですけど、とにかくいろんなことを吸収できる、それがやっぱり、役者をやってて一番のやりがいというか、見たことない景色をたくさん見られるっていうのはこうやっててなんか楽しくてしょうがないって、まあ、もちろん難しいこともあるんですけど、中毒性がありますよね。もっともっといろんな景色を見たいなって毎回思います。その演じられた、まあ、人物のまあ歴史というか生き様を全てなんか、まあ、バックボーンとかその台本に書かれてない、はい、今回の豊子さんもそうでしたけど、うん、どういう幼少期を過ごしたのかなとか、なんかもっと細かいことで言うと、じゃあ何をしている時が一番楽しいのかなとか、そういう描かれてない部分もバックボーン含めて考えてそれを表現に落とし込んでいくっていうのがすごく個人的には楽しいですね。どうですか、こう豊子さんを演じられて豊子さん像っていうか演じるにあたって注意したところとか。そうですね、その劇中で出てくるシーンとしては、基本その五代さんと夫婦になってからのこう妻としての豊子さんっていうところが多かったので、こう一番ベースとして常に意識を持ってたのはとにかく彼を支えたいっていう強い女性だなっていう印象が強くて、まあその五代さんが亡くなった後もその借金を自分で整理して18年とかかけて返したっていうのも残ってますし、まあその子供も育て上げたこともそうですし、なんかこう現代における自立した女性っていう印象よりもはるかに強い、この当時でいう、こう女性でここまでなんだろう、まあ、きっとビジョンもあったと思いますし、まあ、五代さんの言うみんなが幸せになれる夢を持てる国にしたいっていうことに賛同して支えていくっていうことはきっと並大抵の思いじゃできなかったと思うので、とにかく強い芯のある女性っていう印象でしたね。なのでそこをなんかこう言葉じゃなくても、まあ、影の功労者というか影で支えられる奥さん像というか、まあ、パートナーというか、なんかそういうことを意識してやってました。あとは豊子さんが先ほど言われたみたいに、はい、五代が残した借金をね、返すってね、どういう心境だったんでしょうか。いやだから本当にあの会いたいなってすごい思うんですよ。その当時その今の価値観ともちろん違うでしょうし、そんな中で
その今お話ししたような女性っていう、うん、こう女性性としてこう生きていくことが今よりも難しかったであろう時に、うん、そんな借金残されてどういうね、子供も育て上げて借金も返してっていうところが、その先ほど言われた強い女性、うん、本当に強い五代にかける思いの強い女性なのか、そうですね、うん、もちろんその愛情っていう面もあったと思いますし、五代さんに対する、それでもやっぱり、うん、まあ、彼が残した未来に対するその残していったものを守っていきたいっていう、まあ、それに対するその借金も、なんていうんですかね、未来に対する投資というか、ものとして受け入れて、まあ、どう工面していったのかちょっと分かんないですけど、とにかく本当にとんでもない偉業を、まあ、五代さんもそうですし、豊子さんも実は本当にその内助の方でとんでもない偉業を成し得た方なんだなっていうのは思います。多分その時代では異端児だったと思うんですよ ね、五代さん自身が。でもそこに何かおそらく豊子さんがこう未来を見たのかなとか、そうですね、そうですね、この五代の可能性に何かかけてみたいって思ったのかな、うん、本当に文字通り今おっしゃったように賭けだったと思うんですよね、うん、やっぱりこう時代的にもこう武家がなくなるとか、うん、当時信じられないことだったと思いますし、うん、それをこう率先してやっていこうとしていく人についていくって決めるっていうその覚悟であったりとか、なんかすごくそういう目は持ってた女性だったのかなとも思いますし、その豊子さんがまあ生まれ育ったのが、まあ、田原元 で、はいはい、で受家の家に、ね、生まれられたということで、うんうんうん、まあ、その当時から田原元と大阪は川で水運ですごくつながってたので、はいはい、行き来がもうちょっとこの目の前の川なんですけど、あ、そうなんですね、これこのまんまも大阪まで行きますので、そこでおそらくつながりがあったのかなと思うんですけど、うん、この豊子さんを産んだ町っていうのをできたらこうクローズアップしていきたいというか、うん、こう女性が強く輝ける町にしたいなと思っているので、この豊子さんから見るこう町のこう雰囲気、どんな町だったんだろうなとか、うん、そういうなんかイメージありますかね。やっぱりさっきも言ったようにとにかく強い、うん、まあ、きっと学もあったでしょうし、本当にスマートで強い女性だったのかなっていうふうに思うので、なんかその雰囲気がきっとある町なんだろうなって、それをこう見ていきたいなって思ってます、はい、今風潮でこう社会に出ない女性はこう、まあ、家にいてて楽だなとかいうまだ風潮があるんですけれども、なんかそれを豊子さんが、まあ、内助の功って言いますか、五代を支えることに一つ生きがいであったり、うん、こう再生産、まあ、家にいながらも生産を手伝うというポジションを全うされた女性なのかなと思うんですけども、はい、そういったこう豊子を通してなんかリンクしますよね、その現代のそういう、うん、まあ、まだ女性って今おっしゃったみたいに、うん、専業主婦っていうことで軽視されてしまう部分がまだあるのは確かに私も思いますけど、うん、まあ、豊子さんみたいに例えばその今おっしゃったような生産とかそういうビジネス的な部分で手助けを何かしてなかったとしても、うん、やっぱり家族として一緒にこう生活をして支えているっていう時点でやっぱり、うん、まあ、仕事って言うとあれですけど、うん、本当にそれはこう称えられるべきことだと私も思うので、その辺はなんかこうリンクして、ね、なんかもっと素敵なことだっていうふうに思ってもらえたらいいですよね、うん、映画天柄門は、幕末から明治にかけて大阪経済の礎を築いたと言われている五代友厚さんの、生き様を描いた作品となっています。私はその妻である、またこの田原元町出身の豊子さん、奥さんを演じさせていただきました。今の時代に見るべき映画だと思います。こう仲間と切磋琢磨して一筋の光を求めて少しでもいい国になるようにと、駆け抜けていった人たちの群像劇となっていますので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。私は
夢のある未来が欲しいだけだ。激動の幕末に生涯をかけ日本の未来を切り開いた男、五代友厚。みんなが夢を持てるというのが一番大事だとな。そんな世の中を作らねばいかん。誰しもが夢を見れる国へ。俺に任せろ。俺についてこい。テンガラモン。